この記事をまとめると、兵士ライター人に思い入れのある車を聞いた。1970年代にレースをやっていたお堀さんにとって、B110 型サニーのレースカーは忘れられない一台、B110 サニークーペの鮮烈な走りを体験できたことは、貴重な思い出となっている。 数多ある思い出の中から選んだのは B110 型サニークーペ。思い入れのある車を1台あげるのは難しい。私が乗り継いできた車は、それぞれに選んだ理由があり、また思い出が詰まっているからだ。それでもあえて1台に絞るとしたら、初めて自分の金で購入した日産サニー B110 クーペ GX5 の、 レース使用車だ1970年代半ばに中古で35万円だった。レース仕様といっても、当時プロダクションカーレースと関東で行っていた。基本的に市販車のままの車両で参加するレース用である。ただし、走行安定性を高めるため、車高を下げたレース仕様のサスペンションと、 ロールバーや安全燃料タンクの取り付けが行われた。タイヤはダンロップの G5 というセミレーシングタイヤの装着が認められていた。それまでにも市販車でサーキット走行した経験はあったが、プロダクションカーレースしようとはいえ、実践を経験してきたサニークーペの走りは俊敏かつ俊足で、 レースの世界へ足を踏み込んだ実感と感動があった。排気量 1200cc の直列4気筒 OHV オーバーヘッドバルブエンジンは、バルブを稼働させるためプッシュロットを使う旧型の仕様だが、レッドゾーンが始まる毎分7000回転近くまでよどみなく回りきり、高回転での渋さを覚えさせた他の市販車に比べ、 さすが技術の日産と感服させられる加速を味わわせた。1トンを切る車両重量は、そうした活発なエンジン性能と合わせ、小さなカーブの連続するつくばサーキットを爽快に走らせ、プロダクションカーレース仕様とは、いえレース車両の醍醐味を存分に伝えてきた。満を持して臨んだデビュー戦は、予選落ちの出る参加台数の中で、 半ばほどのタイムで予選を通過していたものの予選最終週の最終コーナーで左後ろのタイヤが外れて横転しながらグランドスタンド前に現れるという結末で決勝レースを走ることなくさることになったフロントピラーが潰れるほどの損傷でこの車体はもう使い物にならなくなってしまった 解体屋で別の車体を購入し、エンジンその他を移植して再度レースに臨んだ。しかし、エンジンは不調をきたし、400M のバックストレートで簡単に抜かれてしまうほどの遅さで、腕を競う間もなかった。失意のうちに参戦を断念したが、サニークーペが改造車。特殊ツーリングカーと呼ばれたレースのクラスで、 当時ドアエンジンを搭載したトヨタスターレットと戦った背景を、プロダクションカーレース仕様ではあったものの、サーキットを走った経験から推察することができた。その後、数年を経てフォーミュラでレースに再挑戦することになるが、今なお戦列に走りの様子を振り返る一台として、B110 サニークーペを体験できたことは貴重な思い出だ。